カンバーランド軍は南北戦争の西部戦線において北軍主力となった軍の一つである。当初はオハイオ軍と呼ばれていた。カンバーランド軍の歴史はドン・カルロス・ビューイル少将の下にオハイオ軍が設立された1861年11月に遡る。その後軍司令官となったウィリアム・ローズ・クランズ少将がカンバーランド軍管区の司令官を兼任したため、 軍の名称もカンバーランド軍に改められた。ローズクランが司令官となった時、カンバーランド軍は第14軍団のみで構成されており、右翼をアレクサンダー・マクック、中央翼をジョージ・ヘンリー・トーマス、左翼をトマス・エル・クリテンデンが指揮していた。1 8 6二年十月二十四日の一般命令第六十八号により、第十四軍団に加えて、 ユリシーズ・グラント少将の第13軍団がカンバーランド軍に加わった。カンバーランド軍が最初に参戦した大規模な戦闘はストーンズ・リバーの戦いであった。その後、第14軍団は分割され、以前の中央翼が第14軍団の名称を引き継ぎ、右翼は第20軍団、左翼は第21軍団となった。 ローズクランズは引き続き軍司令官を務め、タラフォーマ方面作戦、チカマウガの戦いを戦った。チカマウガの戦いに敗北したカンバーランド軍は、テネシー州チャタヌーガに交代したが、そこで南軍に包囲された。ユリシーズ・グラントは、カンバーランド軍及び、テネシー軍を参加に収めるミシシッピ方面軍、総司令官に就任し、ポトマック軍からの援軍も得て、チャタヌーガを解放した。 ローズクランズは尊敬を集めていた指揮官ではあったが、チカマウガの敗北とチャタヌーガで南軍の包囲を破れなかった責任を問われ、クラントは10月28日にローズクランズを解任し、後任にジョージ・ヘンリー・トーマスを据えた。第3次チャタヌーガの戦いにおいて、チカマウガでの敗戦によって指揮が低下していることを恐れ、クラントはカンバーランド軍を主要な戦闘に投入することを、 躊躇した。その代わり、ゲティスバーグの戦いに勝利したポトマック軍からの援軍をルックアート山のダッシュに使用し、またビックスバーグの包囲戦に勝利したテネシー軍をミッショナリーリッチの南軍右翼を攻撃に使用することを計画した。カンバーランド軍に与えられた使命はミッショナリーリッチの麓の加点を制圧するという小さなものであった。しかしながら加点制圧後、 カンバーランド軍の四個次第が山上に向けて突撃し、南軍中央に向かった。怒ったグラントがトーマスと軍団長のゴードン・グランジャーに対して、一体誰が命令したのかを尋ねたが、両者とも知らないと答えた。続けて、グランジャーは彼らが始めてしまったら、もう誰も止めることはできませんと述べた。チャタヌーガでの勝利後、グラントは北軍総司令官に就任した。 公認として、ウィリアム・シャーマンが、西部の全部隊を統括するミシシッピ方面軍の司令官になった。シャーマンは、カンバーランド軍、テネシー軍、オハイオ軍から構成される軍集団を編成し、1864年5月にアトランタ方面作戦を開始した。アトランタへの進軍途中、ケネソーさんの戦いを含む数多くの戦いが起こった。9月にアトランタは、 シャーマンの軍集団に陥落させられ、南軍のジョンベルフットは機体脱出した。シャーマン自身はフットの残存部隊を追撃せず、トーマスを指揮官としてカンバーランド軍の一部部隊及びオハイオ軍にフットを追わせた。トーマスはナッシュビルの戦いでフットを撃破し、これがカンバーランド軍の最後の主要な戦いとなった。カンバーランド軍の他の部隊は、 ヘンリー・ W ・ー・スローカムを指揮官として、シャーマンと共に、サウスカロライナ州とノースカロライナ州を通って海へ向かった。これらの部隊は、ジョージア軍と呼ばれ、1865年に、アンドリュー・ジョンソン大統領が関越する、ワシントン DC の大関越式に参加した。軍司令官、ローズクランズ少将軍司令官、ローズクランズ少将軍司令官、ローズ,クラ,ズ,ローズクランズ少将他に、 ポトマック軍から2個軍団、テネシー軍から2個軍団が参戦。総指揮官は、ユリシーズ・グラント少将軍司令官、トーマス少将他に、テネシー軍から3個軍団、オハイオ軍から1個軍団が参戦。総指揮官は、ウィリアム・シャーマン少将。ありがとうございます。